今ご紹介のあった強い先生に、そこにあるようにデータ一区は、時代一区をつけるのかよろしくお願いします。皆さんこんばんは。今ご紹介預かりました弁護士の末吉渉と申します。こんな会でお話しする機会を得て大変光栄に思っているんです。私どうしてかというと、もともとですね、がんを治したいっていうふうに小学校1年生の時に思ってですね、で当時はがんを治すには医者になるのかなっていうふうに思ったんですけど、よくよく、その後勉強してみると、要するに皆さんのような方が、最もがんを治すのに近いんじゃないかなと今日では思っているところなんですが、今大久保先生の方からちょっとご紹介をいただいたんですけども、今日はデータの話を、したいと思います。で、もともと高木先生、大久保先生と私が出会ったのは何かっていうと、データベース統合なんですよ。で、データベース統合をするにはいろいろ法律上の問題点がありますねと、当然だと思いました。で、私野口弁護士と知り合いだったもんですから2人でですね、データベース統合をめぐるいろいろな法的な問題について、処理していくというか、規約を作ったりとかですね、契約書を作ったりとか、でそういうことをやる仕事なのかなと思っていたところ、全然動かないわけですね、データベース統合が。規約で揉めてるってこともありますよ。いや、どういう場に出していいかっていうのは、もともとデータベースを作った一つ一つのデータベースの規約の問題ですよね。そのデータベースをこうさらによそへ出していくって時に、そのことは許されるのかっていうところで大問題になったりしているんですけれども、どうもいろいろ勉強してみるとですね、なんかデータベースにデータが出てこないんだよねっていう信じられないようなことが、バイオテクノロジーを愛する、バイオロジーを愛する私としては信じられないようなことがですね、教えられたわけです。そこで今日はデータの取得は知財立国を助けるのかっていうタイトルでちょっと皆さんと考えてみたいと思います。で、今大久保先生がすごく面白い話をしましたね。インターネット検索は著作権法違反だ、直しときました。お、知ってますか皆さん、来年1月1日からインターネット検索が著作権法違反でないという改正を行います。そうそう、私文化庁の法制問題小委員会の委員でございまして、長年中法律を変えようじゃないか、いや変えるのは良くないっていうのを委員やってるんですよ。で、インターネットのその検索エンジンの話はですね、うまくまとまったんですが、今何揉めているか、今ですね70年じゃないですよ、鳩山さんはまた70年の問題を蒸し返そうとしてますが、あれ一回、終わった話でございますが、今ホットな話は、フェアユースっていう会話です。もともと法律変えなくてもインターネット検索なんてのはフェアユースなんじゃないのなんていうことはアメリカではしばしば言われているところ、日本の法律もそう変えようじゃないか、なんてこう著作権の問題を考える、一メンバーであると同時に知財立国をずっと考えてきた人なんです。私ここに2002年と書いてあります。もう今はお忘れでしょうね。小泉さんっていう方がこの2002年の施政方針演説で、2010年に日本は知財で立国しよう、施政方針演説でですね、知財という言葉が出たのは、これが本邦初なんだそうでございます。で、実はですね、私2001年の夏からやってるんですよ、知財立国。荒井樹光って面白い人がいてですね、電話がかかってきて、末吉さん今度知財立国やるから。で、行ってみると13人しかメンバーいないわけですよ。で、初めは冗談なんだろうなと思って、しかし冗談ってちょっとすみません、語弊があるかもしれませんが、こんなことやってもどうせ知財立国なんかないんだろうなと思っておりました。しかるところどうでしょう、100の提言をしたらそれに小泉さんが乗っかって知財立国だーって言うんで、ここに書いてある通り大綱ができ、基本法ができ、推進計画、
嬉しいじゃないですか。12月8日先頃、つい先日、鳩山さんは2010も作ると宣言しました。我々もう終わりかなと思ってましたけど、これはすごく大事なことです。さて、そうやって知財立国をガンガン、推進してきた、いろんな立場でございますけども、いろんな立場で推進してきた私でございますが、ちょっとすいません、教科書的なところでお話しさせていただきたいんですけど、知的財産法っていうのがあるんですね。これは私の専門でございます。で、今日はすいません、法律の授業じゃ、知財法の授業じゃないんで、聞き流してくださいよ。これ何をやりたいかというとですね、知的財産法ってよく誤解している人がいるんですけど、これ情報保護法なんですね。何も見えないんですよ。何も見えなくて情報を保護してる。残り言ったら著作権って 見えんじゃないかって言うんですけど、いやいや違うんです。目に見えるように見えるが、実際は著作物っていうのは本当は、物じゃないんですよ。なんていう目に見えないものをこう情報の保護法って言うんですけど、これはいくつか種類ございましてね。まずここで前半戦、発明考案衣装商標、これはみんなの特許庁って役所が管轄をしていて、そこに、申請して権利取るって、そういうもんですね。でこれ後半でございますけども、植物の新品種があったり、半導体レイアウトがあったり、表示の問題があったり、著作物があったりと。でよくですね、知的財産法は財産的情報の保護法だ、ここまでは、少し分かっていただいているんですけど、大事なのは切り口、情報って、例えばこの部屋全部あるわけです、情報。でも切り口ってすごく、どうでしょう、断片的なんですよね。ここにまず着目してください。でだからですね、知的財産法があるから、この部屋いっぱいの情報は全部俺のもんだっていうのは普通ないんです。ある切り口、ね、この部屋の部屋にある発明は俺のもんだとか、そういうことあるかもしれないけど、ある切り口なの。こういうイメージをまずぜひぜひぜひ持っていただきたい。でそこでですね、今日のテーマである研究成果たるデータっていうのは何でしょうねっていうのをちょっと考えてまいりたいんですよ。で発明は確かに保護されます。データの中に、発明があればね、例えば遺伝子配列です。で昔は結構いい加減でございましたけど、遺伝子配列もその機能等が明確にならなければ発明にならないですよね。だから、配列全部が俺のもんだなんていうのは、普通ないわけでございますね。でこれはアイデアを一定の要件、発明っていうもんですな、これを審査して特許で保護しましょう。でそのアイデアの実施、これを独占するっていう、そういうフレームワークでございます。これ皆さんよくご存知でございましょう。発明たくさんなさってる方もおられてますね。で非常に分かりづらいのが著作物。この間特許庁の方と情報交換してたら、鬼門って言ってましたね。著作物著作権って鬼門だね。著作物著作権って皆さんの身の回りにあるんだけど、確かに鬼門なんですよ。我々なんかよく分かんないです、やってると。でこれはですね、表現の保護なんですね。創作性とかなんとかいろいろこう要件があるんですが、ちょっと今日細かい話入りません。でただ一つ頭に置いていただきたいのは、データっていうのはですね、著作物じゃないんですよ。データね、この部屋いっぱい例えばデータあったとしましょう。これ著作物だから保護してくれっかっていうと違うんですね。データっていうだけじゃね、ちょうど発明っていう切り口で、特許が保護されたように、これも著作物っていう、でデータ全体が著作物であることはありえない。これ意外とね、研究者の方とよくディスカッションしていると、話噛み合わないところですね。どうしてかというと、データベースっていうのがあるでしょうとね、データベース。ただデータベースと言われているもののほとんどは実は著作物じゃないんです。これあんまり大声で言われてないことですよ。データベースだから著作物だろう
と思ってても、これさっきの大きな像じゃないけど、あんまりみんな言わないから違いますとか言う人いないんですけど、実はデータベースは基本的な著作物じゃないんですよ。データベースを日本国の裁判所が保護した例が2つございます。1つはタウンページ、ね、電話帳のデータベース。1つは、まあ、リレーショナルデータベース。これはまあ何ていうかですかね、こう間取りとか間取りをこううまく階層化して見せていくっていう。でこれもこの2つともですね、どちらかというと、まあ、手仕事なんですよ。タウンページのデータベースってなんかプログラムを組んだからどうのこうのじゃなくてですね、データフォーマットがどうだってことじゃなくて、あれって結局職業分類っていうのがあったから著作物として認めてもらう。リレーショナルデータベースも基本的にどういう、こう展開の仕方をしていきますかっていうその設計のところ、ここで著作物として認められる。さてこうなってくると、我々の目から見るとデータベースが著作権で著作物として保護されるという余地はほとんどない。じゃあ秘密はどうだったの、最後ですね。で秘密って守秘義務を課したりとかして、まあ、秘密として管理してれば、それはその管理されている中で知的財産として認めましょう。こんな具合でございます。さてこの委託研究ってところで考えてみたいんですけども、委託研究の成果のデータをですね、受託者、研究した側、これが独占できる。これはなぜかっていうと、これは契約、もっぱら契約の問題でございます。だからデータを委託者に返してください、全部渡してくださいっていうふうに契約すると、それは委託者の方に来る。でその後そのデータをどう活用するかっていうのも契約で決めれば全部決まる。これ知的財産法の問題ではない。いいですね、契約の決め方の問題なんですよ。でそうすると、委託研究の研究成果たるデータっていうのですね、全て受託者が取得して独占しましょうという根拠は発明の方でもないし、著作物の方でもないし、もっぱら契約をどう作りますかっていう問題でございます。例えばこう政府のお金でですね、委託研究をした場合、どうなんでしょう。でまあ基盤整備とかそうでないものとかございますか。特にですね、研究基盤を整備するっていう、研究基盤ですから、常識に考えると、さっきの常識ですね、常識に考えるとみんなが使えないとおかしいんじゃないのっていうことになるわけですけども、いずれにしても研究基盤を整備するっていうことはまさに本来的な国家プロジェクトであって、国家戦略の問題でございますよね。で論理的に考えると、この研究基盤整備にかかる成果っていうのは、受託者に全部あんたが使ってていいよ、内緒にしてていいよという独占させるってやり方と、国に吸い上げちゃって国民の共有資産にしちゃう、みんなどうぞよいどんどんどんマイニングしてください。で3番目が、もっと言って国民のじゃなくて世界の資産としよう、まあ、このワンツースリーとスリーパターンが論理的に考えられます。で知的財産の創出を活性化させようと考えると、まあ知恵は多い方がいいね、いろんな人でやった方がいいわけで、丸2か丸3じゃなくちゃいけないですなってことになりますよね。でこの点について OECD では丸3、いろんな国があるんで先進諸国だけでやらないでくれということになると、丸3になるわけですけど、でどうも我が国はOECD で決めたことでありますが、これには消極的である。で情報の共有と秘匿の問題は、要は国家戦略に連なっていくのではないかなと、こう思うわけでございます。でちなみにですね、これはすみません、社会説法かもしれないんですけど、なぜ知財立国をやってきたかっていう、知財立国が間違いだったんじゃないかって人もたくさんいるんですよ。
まあ、そんなにうまくいってないと思いますから。ただ知財立国はなぜやってきたのかっていうと、ちゃんと理屈があるんですね。でそれは地下革命っていう、知恵の地の価値の価ですね。これ栄谷太一さんのこと大好きですけど、さっきのパラダイムシフトです。大元はパラダイムシフトがあるという認識をするわけです。でそれは何かっていうと、情報っていうのが一番高い価値が与えられる世の中になった。情報で、だから情報で付加価値をつけて、それを上手にコントロールする道具が大事なのではないか。つまり知財立国は付加価値部分たる情報を知財で保護して立国を図ろう、こういう理念です。あれ実践なんです。でうまくいかないのはなんかすいません、障害要因があるのかもしれませんけど、それはこれからまた考えていかなくちゃいけないんですが、付加価値の総量を増大させましょうっていうことが前提なんですよ。これは、知財立国以前の問題です、ね、で付加価値の総量が増大するでしょうということを前提に、そこに知財を当てはめていこうと、こういう、まあ、順番で来てるんですね。でデータをどこまでどの範囲で公開するのかっていうのは知財の問題ではなくて、その前提であるし、どうも政府資金などを使うことを考えたり基盤を整備するということになると国家戦略になる、まあ、政策と言っていいのかもしれませんね。でそう考えてくると、データの取得っていうのはその効率性から見ただけでも付加価値の総量を増大させているとは見られないのではないかなと、戦略の問題としてですね、という、問題提起を私の方から差し上げたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。